日本では3組に1組が離婚し、年間23万件以上の離婚届が出されている。原因は性格が合わなかったり、どちらかが不倫したりが多い。ナナコ、ちょっと来て。お父さんとお母さんは一緒に暮らせなくなったの。なんで？お父さんに好きな人ができたから。そうなんだ。私の両親も離婚した。まあ仲が悪いのは気づいていたけど、それが決定的なものになった時は自然と涙が出た。私とお父さんどっちと暮らしたい？お母さん。母とずっと長く過ごしてきた自分にとってそれは当たり前の決断だった。実際日本の場合、離婚後の親権はほとんど母親が握ることになる。そうして私は母と二人で住むことになった。今日からここで暮らそう。うん。どうしても転校したくなかったので、家から少し離れた団地のマンションに引っ越した。あっという間だった。学校は今まで通り。変わったことといえば、そう、名字が変わった。今日から秋田さんは宮島さんに名前が変わります。よろしくね。親が離婚したってこと？そういうことだろうな。よろしくお願いします。自分の両親が離婚したことはなんだかとても恥ずかしいことのように感じた。でもそれよりきつかったのは、家に帰るとたまに母が別れた父の悪口を言っていることだった。本当あの人どんくさかったから離婚できてせいせいする。私はお父さんも好きだったから、特に母の口から父の悪口は聞きたくなかった。他の学校の友達と会った時は親が離婚したことはなぜか隠した。この前さ、パパが楽しみにしてたガリガリ君を勝手にママが食べちゃったことにキレてさ、それでママにガリガリ君を買いに行かせたんだけど、ママ間違えて唐揚げ君買ってきちゃったの。君違いだろってうちのパパさらに怒ってさ。本当にくだらないよね。ミヤちゃんの親はそういうことないの？うちはあんまりないかな。どういう親なの？普通だよ。普通。家庭円満な友達の話を聞くと少し羨ましくて、自分もいつかそういう家庭を作りたいと思った。離婚後、養育費がどれだけ支払われているか知っているだろうか。実は全体の約 20% しか養育費は支払われていない。母子家庭で養育費が支払われない場合、生活がギリギリになることもある。私の家庭は養育費がどうなっているのかは知らなかったけど、生活は決して楽ではなかった。中には親が離婚して不安や孤独を抱える子供もいる。好きだった父や母に会えないとやはりストレスだし、辛いのは二人の親で親権を何ヶ月もかけて裁判で争うケース。特に幼少期の多感な時期に離婚すると、その苦しみをずっと引きずる子供もいる。それから私は社会人になった。みやちゃんは結婚しないの？したいけど。何？うちの両親離婚してるしな。そうなんだ。最近は多いし普通じゃん。だからどうせ離婚するんじゃないかって思うの。そんなのわかんないじゃん。まあそうなんだけどね。離婚した家庭で育った娘が未婚の母になる確率は3倍に達する。わかる気がする。人と人が何十年も一緒に居続けるのって本当に難しい。もし結婚する時があれば、私は自分の子供に絶対に同じ思いをさせないようにずっと寄り添いたいと思っている。そのためにも決してパートナーのことを子供の前で悪く言うのをやめよう。それが私が親の離婚から学んだことだ。今日の授業は終わり。また来てね。